ネフェルーラーは古代エジプト第十八王朝の王女、トトメス二世とハトシェプスと女王の間の娘である。ネフェルーラーはトトメス二世とハトシェプスとの間に生まれた唯一の子で、トトメス一世の孫娘、トトメス三世のイボ姉にあたる。トトメス三世と結婚したともされるが、その決定的な証拠は見つかっていない。トトメス三世の治世十四年に、 アメイエムハトという王子が、牛の番人に認じられており、これをネフェルーラーの息子であるとする説がある。しかし、ネフェルーラーが、トトメス三世の王妃となったのであれば、相王の称号で呼ばれるはずであるにもかかわらず、そういった証拠は見つかっていない。ネフェルーラーを抱きかかえる千円ンンムートの像、大英博物館像千円ンンムートとネフェルーラーの、ブロック像ネフェルーラーは、 トトメス2世の時代に生まれた。カルナック神殿の碑文によれば、ネフェルーラーはトトメス2世とハトシェプスとの娘とされる。トトメス2世は、治世13年目に亡くなったが、死に際して息子トトメス3世を王位継承者に指名していた。しかし、トトメス3世は、まだ幼かったことからハトシェプスとが摂政を務めることになった。 実際には、各種資料からハトシェプストは、トトメス2世の治世7年目までには境地用となっており、その後亡くなるまでの20年以上にわたり、エジプトを統治したことが明らかとなっている。ハトシェプスト王は、特に信頼のおける者にネフェルーラーの教育を任せた。イアフメス1世の治世から第18王朝の、歴代ファラオに仕えたイフメスペンネクベトの墓碑には、次のように記されている。 ネフェルーラーには続いて、千円ンンムートが、教師として付けられた。千円ンンムートは若い姿の彫像が多く残されており、どの彫像でも長いマントを身につけている。そのうち7つは、ブロック像で、ブロックからネフェルーラーの頭が突き出した姿になっている。ある像は、千円ンンムートの膝の上に座っているネフェルーラーの姿、また別の像では、千円ンンムートが、縦膝で座り、 その足に寄りかかるネフェルーラーの姿を映している。ハトシェプストが摂政になった後、千円ムートはその顧問になったと考えられており、ネフェルーラーの教師の役目は千円面に引き継がれた。ネフェルーラーは母ハトシェプストがファラオとなって、以降、宮廷において、通常王女がファラオに仕えて果たす以上に目立って、重要な役割を果たした。これは、 ハトシェプスト女王が公的な場では断層し、男性のファラオとして振る舞ったことから、ネフェルーラーが王妃役を務めたものと考えられている。ネフェルーラーには、上下エジプトの貴婦人、国の女王、アメンの震災という称号が与えられたが、後者二つはハトシェプストがファラオとして振る舞うにあたって、諦めざるを得なかった称号である。これらの称号は、 通常は宗教的及び儀礼的義務を果たすために王族の女性、通常は王妃に与えられるものであった。カルナック神殿のハトシェプスと女王の赤い礼拝堂に描かれたあるシーンは、ネフェルーラーがアメンの震災として祭祀を取り行っている様子であると解釈されている。重要なことは、この称号は王妃一代のハトシェプスとを含む王妃らに与えられ、彼女らは ファラオと共に神殿で臨む儀式で重要な役割を担っていたということである。ネフェルーラーはハトシェプストの治世11年に建立された市内半島のサラービートアルファーの碑文にも描かれている。石碑には千円ムートとネフェルーラーが描かれており、年も上部に刻まれているが、ファラオの名前は出てこない。ネフェルーラーがハトシェプスト上層祭殿に描かれていることから、 ネフェルーラーは少なくとも、トトメス三世の知性の初めの数年のうちは、生存しており、その長子アメイエム派とを設けたであろうと考える、学者もいる。しかし、ネフェルーラーが母・ハトシェプスとより長らえ、トトメス三世の知性まで生きたことを証明する、具体的な証拠は見つかっていない。ピーター・ドーマンは、トトメス三世の知性で建造された王妃のスフィンクスは、王妃。 ネフェルーラーを移したものだと主張している。しかし、これを証明し、あるいは反証する秘文などは見つかっていない。また、ネフェルーラーがイボテである、トトメス3世と結婚したかどうかも明らかではない。ネフェルーラーは、母、ハトシェプストの治世中に亡くなったと考えられている。ハトシェプストの治世7年に建留された千円ンンムートの最初の墓にはネフェルーラーへの言及があり、 地政11年のサラビートアルハーの碑文にも名前が出てくるにもかかわらず、地政16年に混流された千円ンンムートの2番目の墓には言及がないからである。トトメス3世と結婚したという記録は見つかっていないが、トトメス3世と結婚し、その長男を産んだことを示唆する研究がある。この研究では、トトメス3世の妻として、サティアという名前の女性の記録があり、 記録の一つで偉大な王の日、もう一つで神の日という称号が完成られていることに注目している。しかし、ネフェルーラーに完成られた称号を持つからといって、必ずしもサティアはネフェルーラーと同一人物であるという結論に返せられるわけではない。ネフェルーラーの墓を発見したのは、考古学者ハワード・カーターであった。切り立った崖の上にあり、 ほとんど何も見つからなかったが、オード色と黄色の塗料の痕跡が確認できたことから、この墓は使用されたと結論された。調査した考古学者らは、ネフェルーラーは、母ハ,ハ,ハ,ハトシェプストよりも先に亡くなったと考えている。ありがとうございます。